おはようございます。シロス大輔はバズっていても第35回目を迎えました。第34回目のゲスト、トランペット奏者の奥村翔さんのご紹介で、東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の前田博人さんと対談させていただきます。さあ、令和3年第1発目になりますけれども、まさかね、年をまたぐほど続くとも思っていなかったんですけれども、令和3年も頑張っていきたいと思います。さあ、東京フィル、3人目になります。どんなお話を伺えるのか楽しみです。では行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。シロズ大輔アワーバズっていいとも第35回目のゲストは、東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の前田博人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、新年一発目になってしまいましたけれども、はい、おめでたい感じで出演していただけるんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうも、出ました、おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速皆さんに伺っている質問ですけれども、トランペットを始めた年齢、はい、それからきっかけっていうのを教えていただけますでしょうか。はい、トランペットは、12歳ですね、小学校6年生の時から始めました。はい、きっかけはうちの小学校に、トランペットはトランペットっていう楽器を、使ったものはなかったんですけれども、鼓笛隊があって、運動会の時とかに、笛とか太鼓とかで、鼓笛隊っていうのがあって、それに、その年からかな、トランペットを入れようっていう話になって、急遽なんか、何人か、集められて、トランペットを習って、演奏することになったんですね。それでそこがきっかけです。はい。それはなんかやりますみたいな感じだったんですか？いや、僕の母親が音楽の先生とちょっと仲が良くて、そういう話をされて、じゃあうちの息子もみたいな話になったらしく。なるほど。知らない味の間にそういう風になってます。そうなんですね。その始めた時は、じゃあやろうかって感じだったんですか、それとも、いや、やだなみたいな感じだったんですか。いや、何のなんか抵抗もなく、やるって言われて、はいって言って、そのちょっと楽器がだから、トランペットを自分で揃える、自分で用意するっていうことで、当時、ヤマハの一番安いトランペットって、多分3万円ぐらいだったんですけども。それをみんなそれでいいから買ってくださいって言われて、それで始めたんで、トランペットが新しい楽器がなんかもらえてすごい嬉しかったのを覚えてます。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。なかなか、はい、可愛らしい感じの始まり方ですね。そうですね。はい、はい、それではこうトランペットを始められたところでですね、こう今の、はい、東京フィルに入るまでのまずお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、そのまんま、どういう、 こう学生生活をされて、音楽大学を目指したきっかけとか、はい、プロになる、こう、転機とか、そのあたりを聞かせていただけると嬉しいです。はい、ですね、トランペットは小学校6年生なので、1年間トランペットを、先生とかいう方がいらっしゃらなくて、最初に近所の、ちょっと音楽好きな方が、持ち方とか、こうやって口に当てて吹くんだよみたいなことだけ教えてもらって、それでもなんとか、ドレミファソラシドぐらいまでは小学校で吹けるようになって、最初にご存知ですかね、トランペットトくんこんにちはでしたっけ、なんかそう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 らーそうっていうのがありますよね。はいはい、あれから始めて、やりました。はい、そういうのをやって、小学校はそれで終わって、中学校の時に、せっかく吹き始めたから、そのまま、ブラスバンドも入ろうかなって思って、本当はすごいなんかサッカーが好きで、別にやるのは好きじゃなかったんですけど、サッカー見たりするのがもうその頃が好きで、
サッカー部あったら入りたいなと思ってたんですけど、サッカー部が残念ながらうちの中学校になくて、当時はまあ別になくてない学校も多分あったと思うんですけど、今だとちょっと考えられないかもしれないですけどね。それで、まあそれだったらブラスバンド部入ろうかなってなって、それでブラスバンド部では、まあ楽器が古い楽器がいっぱいあって、コルネットの鋭管とかちょっとベコベコして、ベルとかベコベコだったんですけども、それをまあ与えてもらって、で、まあ、3年間コルネットずっと吹いてた感じですかね。それで、まあ、コンクールとかも、全然引っかかるような感じの学校じゃなくて、まあ、みんな真面目にやってたんですけど、そんなに上手ではなくて、ただ、そこに出入りしてた方が、アマチュアのホルンの奏者の方がいらっしゃって、その方が随分、いろいろ、なんていうんですかね、音楽の世界みたいなのをいろいろ教えてくださって、なんか漠然となんかちょっとそのトランペットの、をもっと上手くなりたいとか、そういうなんか向上心みたいなのがその頃に、ちょっと生まれた感じがします。それで、まあ、中3の頃にはもうその人の影響で、なんか音大っていうか、トランペットこれもっと上手くなるにはどうしたらいいのかなっていう考えたら、結局高校も頑張って音楽大学とか、その辺に行くのがいいってことが分かってですね、まあ中学校卒業するくらいにはもうちょっと音大行きたいかなっていう感じにはなってました。ただそれでピアノとか一切習ってなかったので、高校1年生からピアノ始めることになったんですけども、ピアノはやっぱり全然難しくてですね、なかなか上達しなくて、結局その高校3年生まで行って、その芸大とか、僕は芸大とか国立とか東京音大とかいろいろ受けたんですけども、まあその辺の課題曲、ピアノの課題曲を一生懸命、何ヶ月も練習するような感じで、まあ、それで、そうですね、高校も、まあ、普通の高校に入ったんですが、そうですね、プラスそれも、吹奏楽部に入って、まあ、トランペット頑張って上手くなろうと思って、やってたんです。それで、なんて言うんだろうな、でそこもやっぱりそんなに上手な学校ではなくて、みんな、まあ、楽しく和気あいあいとやるような感じで、ただそのすごい個性的な先輩がいっぱいいらっしゃって、すごい上手なトランペットの方もいらっしゃって、まあ、プロとかそういう感じではないんです。そういう方向にはいかなかったんですけども、そこで古代とか、ハリアノスとかそういう、ボレロとか、なんていうんですかね、コルネットでパラパラパラって吹けちゃう人とかいて、すごく刺激になって、ただそうですね、もうとにかく音大に行くってことしか考えてなかったんで、それで僕言い忘れましたけど、富山県の出身で、その当時っていうのは、僕が、高校生ぐらいだと、もう30年以上前ですね、30何年前なので、もっと前か、50だから、そうですね。35、6年前ですか。その頃ってインターネットもなかったし、情報が全くない状態で、まあ、モーリー・サンドレのレコードと、ドクシステルのレコードは、レコード屋さんにあったんですが、まあ、それを買って聞くぐらいで、あ、すごいなって思いながら、でも、譜面も、全然、楽譜屋さん行ってもトランペットの譜面とかないですし、まあ、そういう感じで結局その受験のために一生懸命、高校までは練習してて、頑張ってたみたいな感じでしたね。それで、高校生の時に地元で、武蔵野音大出られたトランペットで出られた先生、土井先生って方がいらっしゃって、その方に、トランペットを習うようになって、そこでアーバン
を、まあ、一からっていうか、あの、一通り、あの、練習するっていうことで、結局、2年間ぐらいずっと習ったのかな。それで、その後、あの、土井先生のつてで、あの、つけん直弘さん先生に、あの、紹介していただいて、あの、つけん先生にレッスンしてもらえることになって、3年生、大学、高校3年生から、レッスンしてもらえるようになって、あの、月1回ぐらいですかね、東京に出てきて、あの、その当時は、まあ、新幹線はありましたけど、まあ、安いので、夜行で行って、朝6時ぐらいに東京に着いて、ちょっと時間潰して、でも先生が9時からレッスンしてくださるっていうんで、すごく、あの、そんなに時間、あの、取らずに、あの、ちゃんとやっていただけて、本当に感謝してるんですけども、それでもう、ほとんど3時間とか4時間とかレッスンしてもらって、1回のレッスンで、それで午後ぐらいになって、2時ぐらいに終わって、あと、まあ、あの、社会見学じゃないですけど、あの、東京のところブラブラして、9時ぐらいの夜行で帰るみたいな感じでやってましたね。それで、あとは、それで、結局、1回目の受験は失敗に終わったんですけども、あの、国立音大と芸大と両方受けたんですけども、両方ともダメで、それで一浪して、そしたら先生が、じゃあもっとレッスン増やすかみたいな感じになって、あの、まあ、基本的に月1でしたけど、あの、あと国立音大のあの、冬の冬季講習とか、そういうのも行って、その間も先生のところに泊まったりして、あの、すごく面倒見てもらって、あの、それで、あの、富山で、浪人しながら、東京にちょくちょく通ってって感じで、浪人時代は、過ごしました。それで、その間もひたすら、あの、課題曲っていうか、受験のための練習ばっかりしてたんですが、それで、その次の年になんとか、芸大と東京音大を受けたんですが、両方とも受かって、芸大に、入りました。はい、それで、そうなんですよ。それでまあなんとか良かったんですが、芸大に入ってから、ちょうど日本、観覧機コンクールっていうのが始まって、で、間もない頃で、2回目が確か僕が大学、第2回が大学1年生の時だったんですね。で、その時は、一次で見事に落ちて、もう世の中に上手い人がいっぱいいるんだなってすごい思いました。それで、大学2年生の時に、日本音楽コンクール、っていうのがあって、いわゆるマイコンっていうやつですか。それが、その当時は12年に1回ぐらいしかトランペットが回ってこないと感じになってて、たまたまその大学2年の時にそれが回ってきて、受けたんですけど、それで、なんかすごくうまくいって、本選まで行って、そうですね、まあ、賞は、入賞はできなかったんですけども、6人いたのかな、5位とか6位とかそんな感じだったと思いますけども、はい。それで、あと大学では、杉木美濃先生に、習いまして、杉木先生も富山で、まあ、すごく、優しくしていただいて、よかった。すごい4年間すごく楽しく、過ごさせていただきました。それで、あと、まあ、大学4年の時に、今度は第3回になるのかな、日本音楽コンクールがありまして、観覧機コンクールか、すみません、日本観覧機コンクールがありまして、その時も、一応、最後の本選まで行ったんですが、まあ、入賞できなくて、まあ、最後の5人ということで、まあ、そんな感じですね、大学の時代は。それで、
そのコンクールが終わった後の、その年の、4年生の時の2月に東京フィルのオーディションが、ありまして、そこで、なんていうんですかね、まあ、ちょっとラッキーだったかもしれないんですけど、受かりまして、それで、そのまま、ずっと、トーヒルにいるんですけども、そうですね、その時は、古田くんって、出席の、トーヒルの出席の古田くん、としひろくんと同じ、二人同時に入ったんですけども、それで僕が4年の終わりで、古田くんが多分2年の終わりですね、だから、大学2年の終わりに、入って、それで古田くんはもう、まる、学校がまだ全然残ってるので、学生契約ってことで入ったんで、で、僕が、それで4年で卒業できればよかったんですけども、なんかちょっと単位を落とした科目がいくつかあって、5年生になってしまったんですが、まあ、なんとか、その週に1回とか2回とかそういう授業だったぐらいで済んだので、そのまま、オケには入れてもらいつつ、5年生を、勤めさせていただきました。まあ、そんな感じで、はい。そうですね。あと、それで、途中で、94年ですかね。94年からフランスにちょっと留学して、エリック・オーベさんっていう方に、ちょっと、短いんですけども、オケに入ってたので、1年、っていうことだったんですけども、途中でちょっと家族にアクシデントがあって、10月に行って、6月ぐらいに帰ってきたのかな、なんかそんな感じで、その間、ルエール・ユ・マルメゾン市っていう、パリの隣の市があるんですけども、そこにコンセルバトワールがあって、そこでエリック・オーベさんが教えてらして、そこの学校に入る、入学するような形で、そうですね。その一シーズン過ごさせてもらって、一応卒業証書ももらった、もらって、試験もちょっと前倒ししてもらって、卒業した感じで、日本に帰ってきました。そうですね。それで、そこから先はもうずっと、何もなく日本で、東ヒルで活動してます。はい。すいません。ずっと、ちょっと、うまく喋れませんでした。とんでもないです。はい、はい、割と簡潔に話していただいて、はい、ありがとうございます。はい、何点か質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。はい。質問、うん。まず最初富山で、はい、土井先生という先生に、習われるときにはどうやって探されたのかとかいうのは。はい、それは土井先生は富山で富山、ちょっと正式名称を思い出せないんですけど、市民オーケストラがあって、富山に、富山シティフィルだったかな、そこの指揮者をされてて、割と、で、うちの母親がどこからか、知り合いのつてをたどって、土井先生っていう方がいるから、習ったらどうって言われて、お願いしに行ったところです。はい。それで、はい、そんな感じです。僕もこう長崎という田舎なので、はい、なかなかこう先生を探すのっていうのは大変だなっていうのを思って、はい、ね、と、うん、富山は。そうですね。なるほど。あとは少しあまり関係ないんですけど、6年生で始めたっていうのと、中学校にサッカー部がなかったっていうのがちょっと一緒なので、嬉しいなと思いました。あ、そうですか。サッカー部あったらひょっとしたら入ってなかったかも。そうなんですよね。一応僕サッカーのユニフォーム着てるんですけど。ああ、そうですね。そう、僕も中学校がグラウンドがすごく狭くって、はい、サッカー部がなくて、はい。で、吹奏楽部に入ったんですよ。うん、はい、なるほど。ちょっとだけ共通点を見つけて嬉しかった。はい。でもそのコンクールっていうのは、その、マイコンの方は昔はそう12年に1回とかだったんですね。そうですね。僕が受けたのが、NKO の関山先生が
受けて以来ぐらいだったって記憶聞いてましたけど、はあ、でもね、学生の時にその両方コンクールの本選まで行くっていうのはなかなか学生さんで すごいなと、ね、今のご時世で考えるとすごいですね。そうですね。なんかその時はなんていうんですかね、割ともうそれ音楽っていうかトランペットのことしか考えてなかったみたいな、それこそ授業をないがしろにしてみたいな感じでずっと練習してたんで、まあ、自然に、まあ、受けるのはもう当たり前だと思って受けて、まあ、結果は全然1位取ろうとかそういうのは全く考えてなかったですけども、まあ、うまくいけばいいなと思いながらとりあえずやった結果、まあ、なんとかうまくよくうまくいったっていう感じですかね、はい。その学生契約というか、ね、1年間といいますかは 学生契約みたいな感じで授業もしながらお仕事もこなしてっていう感じですよね。あ、でも僕は普通契約だったんです。あんまり出なくてもよかった、出なくてもよくはないんですが、一応週1回ぐらいどっかで、時間、授業の時間だけあるっていうので、まあ、あんまりそれをだから、まあ、毎週ってわけにはいかないので、うん、仕事があって単位が取れるギリギリぐらいまで、 もちろん大学の先生にもお願いして東京入ったんで、できるだけ出ますのでよろしくお願いしますって言ってそれでなんとか単位もらえたみたいな感じです、はい。でもお仕事しながらだと結構大変ですよね。そのお仕事を受けていろんなレパートリーをやっていかなきゃいけない中で、あ、そうですよね。そうですね。まあ、授業はもう出てるだけみたいな感じでしたけど、仕事の方はやっぱり大変でしたね。全然外の仕事は、まあ、学生時代、大学2年ぐらいから東京フィルとかエキストラに行かせていただいてたんですけど、やっぱり、オケの中に入っちゃうと、どん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 次の仕事がやってくるので、なんて言うんですかね、やっぱりそれで最初初めて副曲ばっかりじゃないですか、最初の頃って。だから勉強もしなきゃいけないし、勉強できないとやっぱり全然吹けないしみたいな感じで、すごく、そうですね、最初の 3,4 年ぐらいは大変でしたね、やっぱり、うん。なるほど。そして、トーフィルに入られてから91年ですね、トーフィルに入られて、はいで留学っていうのが94年ってことになるらしいけれども、はいはい、留学しようと思われたきっかけとか、そのなぜフランス OBA さんを選んだのかっていうのをもう聞かせていただいてもよろしいですか。まあ、杉木先生がフランスに留学されてて、リアのオケにもいらっしゃったことがあるのでっていうこともあるんですけど、エリック・オービエさんの CD がめちゃくちゃかっこよくて、イントラだとかいろいろ現代音楽いっぱい出してらっしゃいますけど、もう それがもう圧倒的にすごくて、まあ、そんなに何て言うんですかね、こうパワフルに吹くタイプじゃないんですけども、やっぱりフランスにやっぱりちょっと憧れてたのもあるので、まあ、モーリス・サンドレさんもフランスだったし、そうですね。であと僕がちょっとやっぱりこの時オケからに入って 3,4 年ぐらいですけども、かなり状態的にスランプみたいな感じになってしまったので、やっぱりなんていうんですかね、2番奏者だとその合わせるっていうことを意識しちゃうと、なんか自分がなくなっちゃうみたいな感じ、合わせようとすればするほどなんか合わなくなっていくみたいな、そういうことって結構起こりがちなんですけども、まあ、それが、うまくいかなくて、まあ、この際なんか、ちょっと気分転換したいなっていうのもあって、まあ、一からちょっと自分を見直そうかという感じで、ちょうどその時に94年に、東京フィルのヨーロッパツアーがあって、で、そこで捨ててもらう感じで、留学、イギリスが最後だったのかな。で、イギリスでみんなと、オケの皆さんとお別れして、そのまま、フランスに行った感じです。はい。はい、
そのフランスで留学されて、こう勉強されて、そのまあ、悩みっていうのも解決されたりとか、そういうお話。そうですね。結局、すごく、合わないっていうことに、どうしたら合うんだろうとか、考えて、最初の2、3年過ごして、結構、自分の調子も悪くなってきてて、どうしようかなってすごい悩んでたんですけども、それで、留学して、結局仕事はしないので、自分のラッパと常ずっと向き合って、淡々と、なんていうんですかね、日々のルーティンとかこなして、学校に行って練習して、レッスン受けて、で、オケの授業もあったんです、入学したコースの中に。で、オケの授業で、1シーズンずっとドヴォルザークの新世界のをずっとやってたんですけども、1シーズン通して、その学校で1シーズンね、新世界やるって言って、で、そうやって、他の学生の人とかとやりながら、別に何の意識もしなかったんですけども、それで半年、6、7ヶ月ですか、で、過ごして、その時は別に何も自分の中で変わったってことはなかったんですけど、ちょっと、調子が良くなったかなぐらいは、でもそうですね。で、帰ってきてから、なんか自分の中で変わってるっていうのがすごく分かって、びっくりしました、自分で。だから、留学するっていうのはこういうことかなって、ちょっと思ったんですけども、第一には、なんですかね、周りの音が、聞け聞けって言われても聞こえてなかったのに、何もしなくても周りの音が自然に入ってくるようになったりとか、あと自分が出してる音と同じ音がヒュって、トロンボーンとかトルンから、そこだけ取られて聞こえてくるみたいな感じで、聞こえるようになったりとか、随分不思議なことが起こって、それで、なんていうんですかね、オケの一員になるみたい、なれたみたいな感じがすごくあって、その時すごく感激したことを覚えてますね。だから、それで、散々その時すごい悩んでたんですけども、結局自分がどう吹きたいかっていうのがやっぱり一番重要らしくて、自分が考えてるイメージとか、そういうのが音に出すように、そういうことを音に出すようにっていうふうに、日々練習して、オケの中でやれば、自然といろんなことが聞こえてきたりとか、そういうことになるんだなって、後から考えたらそういうふうに思いました。すごいですね。その急に聞こえてくるっていうのは何があったのかなとも思いますけれども、やっぱりこう探ろうとしていると逆にこう探りすぎて分かんなくなってくるところが、そうですね。先ほどおっしゃられたようにこうやって吹くっていうのを決めていけば、この和音とか分かってたらその音が入ってくるみたいな感じなんですかね。多分そういうことなんだと思うんですけど、もう全然何も知らないで、ずっと過ごしてたから、結局、合わせようと思って一番トランペットばっかり聞いちゃったりとか、スコアとかも一生懸命勉強するんだけど、結局聞こえてくる音がそんなに多くなかったりとかすると、結局うまくいかないことが多かったですよね、最初の頃。でもそのワンシーズンね、同じ新世界をっていうところもなんか良かったのかもしれませんね。そういう意そう味ですね。でね。いや、素敵な経験ですね。ありがとうございます。はい。それではですね、その後帰ってこられて95年からもうそうですね。もう、に、ん?もう20、トータルで29年。すね、トータルで。ね。はい。今年30年目です。おめでとうございます。何ももらえませんけど。それではその、まあ、年も長いと、フィルの歴史の中もあると思いますし、まあ、留学の中でもあると思うんですけども、
ちょっとこれも皆さんに伺っているんですが、こう手応えのあった演奏とか、こう思い出に残ってる演奏とか、何か聞かせていただいてもよろしいですか？そうですね。手応えがあったっていうのはほとんどないんですけども、まあ、先ほどお話ししたコンクールの時の、日本音楽コンクールの大学2年の時の、一時の曲がサン・サンスの、ファンタジーだったんですけども、それがなんか自分の中でなんかイメージ通りに吹けたっていうのが、多分最初で最後ぐらいの感じの、勢いでほぼなんか自分のイメージ通り吹けたんですよ。それですごく手応えがあって、なんていうんですかね、今でもなんか頭、自分の中でいい思い出になってるんですけども、それ以降はあんまりソロでちゃんと受けたっていうのはあんまりないんですけど、やっぱりどっかでうまくいかなかったりとかそういうことが多いんですが、はい。そうですね。あと、思い出に残ってる演奏でしたっけ？そうですね。いろいろあるんですけど、そうですね。まあ、これは東京フィルにエキストラで行った時なんですが、東京文化で、定期演奏会があって、指揮が小高さんで、ベルリオーズの幻想をやったんですね。その時に僕、4番トランペットで、エキストラで行ったんですが、1番が飯塚一郎さんで、2番がとちもとさん、で、3番が井川さん。で、4番が僕だったんですけども、この時って、本当にもう尊敬するご参加で、僕がもう、なんていうんですかね、一緒に吹くのがおこがましいぐらい雲の上の存在みたいな方で、本当に憧れてる方3人とご一緒にさせていただいて、すごく幸せだったっていうのと、あと、その曲の一番最後が和音になってますよね。4声の和音になってて。それが、こう、3本バンバンバンってこう響きがあって、で、4番目に僕がいて、みたいな感じで、それで、バーってこう響いた時に、もうすごく感激してしまって、ああ、これはオケっていいなって、すごくその時に思いました。それが、まあ、一番最初に、あ、いいなと思ったっていう、感じで、そうですね。割と、そういう、なんか和音がこう、うまくビシッとはまったりとか、みんなこう、綺麗に並んで響いてるとか、そういうのはすごく印象に残ることが多くて、あとは、そう、同じ感じでいくと、まあ、ボレロって結構しょっちゅうやると思うんですけども、あれは4声になってますけど、一番最後にピッコロトランペットが加わるところが、4声の和音なんですけども、そこがピッコロからよ、3番トラン、1、2、3番トランペットまで、バーッとこう、均等にこう、いいバランスで響くと、これはめちゃくちゃ気持ちよくて、それがもう、そうですね。これも、今、闇京にいる辻元くんがピッコロ吹いて、ウルタくんが1番で、杉山さんが2番で、3番が僕だった時とか、まあ、その時に、こう4つ音がバーッと綺麗に響いて、すごく、いいなと思ったことはありますね。そんな感じですかね。あとは、まあ、印象に残っ、がすごく強いのは、東フィルって割とオペラたくさんやるんですけども、一番最初に、ニーベルングの指輪のラインの黄金をやったときに、ラインの黄金の、最後の方に、2番トランペットのすごいソロがあるんですけども、剣のテーマって言って、ソードドミソードミっていうのは、2番にあるんですね、最初。で、2番にいきなり出てきて、で、それを、確か大野和志さんの指揮で、やったんですけども、まあ、最初全然、なんていうんですかね、そんなものだと思わずに、普通に淡々と吹いてしまったら、飯塚さん、
飯塚一郎さんにすごく、お前これを分かってんのかって言われて、怒られたんですけども、それで、レコードっていうか、飯塚さんにテープ貸してもらって、こういう感じだよっていうのを聞かせてもらったら、もうすごくかっこよくて、で、それをもう、そういうふうに吹くにはどうしたらいいかってすごい考えて、本番を何回かやったんですけども、まあ、割と、頑張ったねって言われたので、そこも、まあ、あれ本当に今やってもすごくドキドキするソロなんですけども、すごくそういうのも印象に残ってます。はい、そんな、まあこんな感じですね。はい、いや素敵なエピソードとともに聞かせて、もうトランペット吹きとしても醍醐味なシーンのところを、チョイスしていただいて、すごくいいお話も伺いましたし、でその学生さんの時のこうなんだろう、イメージ通り吹けたものが結果としてこうついてくるっていうのもすごく、ね、いいお話ですね。嬉しいですよね。うん、はい、ありがとうございます。たくさん素敵なお話も伺いました。それではですね、これを皆さんに伺っていっておりますが、演奏をするときにこう大事にしていることを考えていることっていうのはどんな感じでしょうか。そうですね、割と、結構考え方がなんかちょっと職人っぽいのかもしれないですけど、下吹きなので、響いてる音のこの響き方が、なんだろう、上に行き過ぎたり下に行き過ぎたりしないで、真ん中で響くようにっていう風にいつも気をつけてますかね。あとだからなるべくそのトランペットって割と主張する役割が多いんですけど、その逆にそのちょっと押さえとかかなきゃいけない部分もあったりし、曲によってはあると思うんで、その辺のメリハリですよね。やっぱり行くときはやっぱりトランペットってこうバーンと行かなきゃいけないし、だけどずっとそれだとうるさいだけなので、伴奏とか和声の一部だったりとか、そういう時にどういうふうに吹くかとか、そういうメリハリをやっぱりなるべくオケの中では気をつけるっていうか、セクション全体でやっぱりそれがちゃんと作れるように、なんていうのかな、こう吹きながらみんなにこうだよって下から支えるんじゃないけど、上の人にもメッセージを伝えるとか、なんかそういう感じで吹いてます今、気をつけながら。素敵な話です、ありがとうございます。とても勉強になります。はい、それではこれも皆さんに伺っておりますが、ルーティーンっていうのは何かお持ちでしょうか。特にあんまりないんですけど、まあ音階は一通り蝶々だけですけど、始まる前にシャープからどれぐらい、そうですね、2オクターブだからできるところまで、実音性ぐらいまでですかね。まあ、パラパラパラっとやって、まあ、あとはリップスラをちょっと、多めにやるくらいで、そんなに、毎回決まったものってのはないんですけども、はい。なるほど。ありがとうございます。それでは、ここも皆さんに伺っている同じ質問ですけれども、まあ、好きな、オーケストラ、まあ、集合体、大きな作品、好きなもの、好きな作曲家とかいうのは伺えますでしょうか。はい。僕は一番でもないですけど、もうたくさん曲やってきてますけど、やっぱり一番なんかかっこいいなと思うのは、バルトークのあれですね、オケコンですかね、うん、あれがなんかやっぱりそれぞれ1番も2番も3番も、まあ3番はちょっと補助みたいな役割ですけど、1番2番はすごいオケの中での醍醐味が凝縮されてるような曲だと思うし、すごく難しいんですけど、やりがいがあるのかなと
思います。あとは、何があるかな。まあ、さっき言った、そのワーグナーは、指輪、リング、ニーベルムの指輪4部作ですか。それ、4つともやったことあるんですけども、結構、難しいんですけど、面白いですね。長いんですけど、やりがいがあるし、面白いと思います。そうですね。あとは、ソロは最近あんまりすいませんけど不勉強なので、最近流行ってる曲とか全くわからないんですけども、古典の方で行くと、フンメルとか、競争曲とか大好きでよく聴いてますね。それで、あと、割と近い方だと、ジョリベのコンチェルティーノとか、そうですね。あんまりこう、もっとすごい激しいのはちょっと僕、あんまり吹けなさそうなんで、その辺ぐらいまでが好きかなという感じです、うん。はい。ありがとうございます。ソロの作品も教えていただいて。はい。はい、それでは少しこう、本番とか、ちょっと手前、練習の方にもう伺いたいんですけれども、はい、基礎練習をされるときに大事にしていること、いや、考えていらっしゃることっていうのはどんな感じになりますでしょうか。基礎練習は、そうですね。なるべく、やっぱり音程と響き、音色がこう、一番大事だと思うので、いい音を出す練習っていうんですか、イメージに近づくように、まあ、あんまり、そうですね、長い、やっぱりロングトーンまでいかないけど、ちょっと長い音を吹いて、自分の音がどういう感じで響いてるとか、そういうのを結構気にしたりしながら、調子悪いとなんか汚いなと思いながら、我慢して、ちょっと柔らかくなるまで吹いたりとか、まあそんな感じで、割と、それで音程もやっぱり、なんていうんですかね、絶対的な音程じゃなくて、この音階の中の音の幅ですか、それがだからずれないようにっていうか、ドレミファソラシドっていうのが、きちんとその幅に収まってるか、いろんな調で収まってるかっていうのを割と気をつけてますね。そうしないとやっぱり、なんていうんですかね、いざその調になった時に全然変な響きになったりとか、そういうことがあるので、割とそういうことは基礎練習とかには気をつけてます。あとはまあ、そうですね、やっぱり難しいこともちょっとやらないと、なんていうんですかね、やっぱりなまってきちゃうので、学生の時は難しいこといっぱい練習しますけど、オケに入っちゃうとそこまで難しい曲っていうのは本当にないので、オケの仕事自体は割と簡単な、テクニック的には簡単なことが多いから、割と細かい音符とかの処理とかをエチュードとかやりながらちょっと補う感じでたまにやったりします。はい、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、そのまんまその流れでこう、使われているエチュードだったり、教則本だったり、はい、なんかこう、おすすめのものを教えていただけますでしょうか。はい。基本的には、フランスでよくやってた、レッスン受けてたエチュードが、ウィッチの、20個のエチュードって、はい。あるんですけど、はい、ちょっと表紙がもうないんですけど、こういう感じでは。で、これ結構難しくて、まあ僕もまだ全曲は吹いてないんですけど、細かい音がいっぱいあって、しかも跳躍とかがいっぱいあったりとかして、結構、なんていうんですかね、普段、こういうのちょっとやっとくと、なんていうんですか、機動力っていうか、ラッパでそういうことが必要になった時に役立つかなと思って、あとはシャルビエですかね。シャルビエ、これも有名な、これは有名だと思うんですけど、でこれを2冊とも、フランスに行った時は、青管で吹いてたんですよ。で
米管で吹くのと追管で吹くのとまたちょっと感じが全然違って、シャルディエを追管で吹くと結構きつい ですね。で、まあ、さっきのビッチもきついんですけど、やっぱり、追管で機動力を上げるっていうか、なんていう、柔らかく吹くとか、シャルディエって柔らかい曲もありますけど、音楽的な曲が多いですけど、なんか、追管で吹くのも結構、いいかなって思って、割と追管で今もさらってされたりしてますけど。あとは、ですね、バッハの、フォアザトランペット、バッハフォアザトランペットコルネットって言って、バッハの弦楽の、バイオリンの、独奏とかそういうのの、まあ、調とかも変えて、トランペットが吹ける音域にして、直してあるんですけど、これ、フランスで、レッスンの時に受けてたんですけど、日本に行って、探しても売ってなかったりするんですけど、これ結構いいと思うんですけど、バッハなんで、こう8分音符がずっとつながったりとか、16音符でずっとつながってたりするんですけど、それをだからフレージングするのに、どういうふうに、まあ、しかも、バイオリンとかの曲なんで、フレーズを考えて、休符をどこ、休符じゃない、息をどこで吸うかとか、いろいろ考えながら、音楽的に吹く練習みたいな感じで使うと、すごく、ためになるのかなと思って、それで、オービエさんのレッスンの時も、これ、よくやってて、まあ、それは、オービエさんとか、見事な感じで、音楽的に吹いてくれて、すごく勉強になった、エチュードですね。ありがとうございこます。んな、こんな感じです。ありがとうございます。それではですね、何かこう、前田さんのこう音が聞ける動画とか、CD だったりっていうのは何かありますでしょうか？それは、オケの CD とかはあるんですけど、ソロのやつとか、アンサンブルは、多分さ、ないと思うので、とりあえず、あれですね、今、うちの、首席、客演指揮者のバッティス・トゥーミさんが、コロンビアレコードとかからいっぱい、トーヒルで録音してるんですけども、その中で、ローマ三部作を、録音したものがあって、ちょっとどこのパートを吹いたか、覚えさせたかじゃないんですけど、少なくとも、ローマの末のバンダは僕吹いてるんです。それで、噴水とか、祭りとかもどっかで参加してるんですが、パートがまでちょっとはっきり覚えてなくて、末のバンダは僕2番吹いてるんですけど、最初の、アッピア街道が最初に2本で出てくるところの2番とか僕ですけど、そうですね。そのローマ三部作、結構、かっこよく、撮れてるので、おすすめです。これもちょうど杉山さんの時にもこのおすすめされていましたので、あ、そうですか。それじゃあ、食べちゃおうかな。皆さんもぜひこれ聞いてみてください。かなり、いいと思います。ありがとうございます。こう、同じオーケストラの方で同じこう CD が出てくるのはちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。それではですね、楽器、マウスピースを見せていただいてもよろしいでしょうか。楽器に全く頓着がなくて、愛着がないって言ったら変なんですけど、愛着あるんですけど、あんまりお見せできるような楽器じゃなくて、本当に申し訳ないんですけど、米管がこんな感じで、ちょっともうハゲちゃってるんですけど、普通の ML の、ML の普通の楽器です。ですね。バックですね。ちょっと古くて、17万とかでしたっけ？ちょっと、そうです。老眼でちょっとうまく見えないんですけど。もう何年ぐらい使われてるんですか？42万ですね。これだから、留学して帰ってきてから、
買ったぐらいなんで、97年だから20年ぐらい使って、22、3年っていうところ で、うん、であと税関は、はい、今はノーマルの229ベルです、普通の。はい、でもちょっと汚くな、今汚いですけど、これも古いので、これも44万台ですね。これも同じ、時期的には同じぐらい。で、マウスピースが、今使ってるのは、1T のリムチェンジで、スロットが25で、バックドアが24っていうやつ。それと、はい、25の24。で、これちょっと、音程が高い方が上ずり気味なんで、場所によっては使わなかったりするんですけども。で、もう一個が、ラスキーの 82B って結構大きいんですけども、それで、スロットが25で、クボが75っていう、75番っていう、なんか特殊なやつです。これは楽器屋さんにこの状態で売ってたのは、その、吹かしてもらって、ちょっといいかな。ちょっと反応が、弱い音の反応がちょっと鈍い感じはするんですけど、上から下まで結構まんべんなく楽に出せる感じで、うん、1C よりちょっと大きいかもしれないですけど、深さも結構あってっていう感じですね。こっちを使う方が今多いですかね。はい。まあ、でも曲によって使い分けられてるっていう感じですね。そうですね。基本的には今のラスキーがほとんどなんですけど、うん、割と古典の曲とかが、そういう、曲が続くときは1C の方にしたりとか、低い音が多いときとかは、うん、反応がいい方がいいので、多分そっちを使ってるたりします。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。それでは、たくさんお話を伺ったところでですね、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか。はい。次は、うちのオーケストラの、期待の下手の、下吹き、下手じゃない、期待の下吹きの新人で、重井義彦君を、紹介させていただきたいと思います。はい。それでは、重井さんを電話してみます。よいしょ。さあ、出てくれますでしょうか。もしもし。もしもし、重井さんでいらっしゃいますでしょうか。はい。私、関西フィルでトランペットを吹いてます、白津と言います。すみません、突然お電話しまして。僕は最近YouTube の方で対談というものをさせていただいているんですけれども、はい、その収録を今しておりまして、東京フィルの前田さんと対談をしていたんですけれども、はい、その前田さんのご紹介で CE さんという形でお電話させていただきました。あ、そうですか。ありがとうございます。今、つながっております。お疲れ様です。お疲れ様です。明日もよろしくお願いします。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それで紹介したいので、ぜひ次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、次、僕と対談していただきたいんですけれども、決まり文句言っていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい。はい。はい、それでは次、バズっていいともゲスト来てくれるかな？いいとも。ありがとうございます。はい、それではまたご連絡させていただきます。はい、お願いいたします。はい、失礼いたします。失礼いたします。はい、元気ないいともをいただきました。はい。ありがとうございました。はい、明日もお仕事なんですね。はい、明日も今日と一緒。はい、もうお正月休みは、まあ、ないですね。はい、昨日は夜中は仕事してましたけど、昼間は休みました。なるほど。昨日はどちらに出られたんですか？
昨日はジルベスターの方ですね。はい、運命が綺麗に決まりました。はい、はい、あれがキャノン砲がないんで、こっちは合ってるかどうか全く分からず終わったんですけど。いやもうテレビ見てたらこう、わあさすがだなって思いましたね。はい。最後のこう伸ばしも不自然な伸ばしにならずに、あ、そうですよね。綺麗な形で2021年を迎えましたね。はい。はい、すみません、ちょっと余談になりましたけれども、それではですね、最後にこのバズっていいとも見てくださる皆様に何かメッセージをいただけると嬉しいです。あ、はい、コロナでやっぱり皆さん不自由な生活なさられている方多いと思うんですけども、やっぱり自分でできることを、まあ、淡々とやるしかないと思うので、感染には気をつけて、なるべく、なんていうんですかね、楽しく、頑張っていきましょうということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。素敵なメッセージをいただいたところで、シロズ大好きアワーバズっていいとも第35回目のゲストは、東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の前田博人さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の前田博人さんと対談させていただきました。と割とこう淡々とこう話をいただいたんですけれども、こうずっとこうやっぱトランペットが好きでこうずっとコツ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 とやられてこられてて、ね、学生の間にこう2つのコンクール本選まで行くなかなか大変なことですし、そこからも学生の間にこうオーケストラに入られて、そしてフランスへ留学されて、でもこう留学されるまでの間にこう悩んでいたこと、まあ、セカンド吹きとしてこう合わせなきゃいけない、もちろん合わせなきゃいけないんですけれども、合わせるっていうところの前にこう自分がどうやって吹くかっていうところにたどり着いたというお話なんかとてもためになったんじゃないかなと思いますし、そのこう軸を持つっていうところの中に、こう基礎練の中に音階っていうのが特に出てこられたと思うんですけど、そこをしっかりやられてるっていうのが仕事を支えている、源になってるんじゃないかなっていうのを勉強させていただきました。さてその東京フィルハーモニー交響楽団前田博人さんのご紹介で、次は、これ本当に1回目から2回目ぶりにこう同僚へのバトンタッチになります。東京フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の重義彦さんと対談させていただきます。さあまた高等フィルっていうのは続きますけれども、どういう話を次は伺えるのか楽しみです。次回も楽しみにしてください。そして、令和3年も、シローズ大好きはバズっていいともどうぞよろしくお願いいたします。